スーパーオーディオ CD、スーパーオーディオ 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 CD、作度 SACD は1999年にソニーとフィリップスにより企画化された次世代 CD 企画の一つ。製品の発売日は1999年5月21日。CD と同じサイズの 120mm 高ディスクにオーディオデータを CD 以上の高音質で記録したものである。企画書はその表紙の色からスカレットブックと呼ばれる。CD と同様に直径 120mm 厚さ 1.2mm の円盤である。スーパーオーディオ CD には2層分の記録領域があり、このうち1層を通常の CDDA とすることもできる。削度 CD ハイブリッド仕様。1層で 削度プレイヤーのみで再生できるソフトや、2層とも、削度層で構成された、長時間削度も、制作可能。削度層の1層あたりの容量は 4.7GB で、物理的な構造では CD よりは DVD のそれに近い。リニア PCM ではなく、デルタシグマ変調による、低ビット高速標本化方式で、サンプリングレートは1ビット2.8224。 メガヘルツ、イコール2822.4キロヘルツ。これを、ダイレクトストリームデジタル、ダイレクトストリームデジタル、DSD フォーマットと呼ぶ。作度に記録された1ビット2.8224メガヘルツのデジタル信号は、原理的には、ローパスフィルターを通すだけで、アナログ音声信号に変換することができる。ステレオ、2.0CH と、サラウンド。 最高 5.1CH サラウンドまでをサポートする。ステレオおよびマルチチャンネルにはそれぞれ最大255のトラックを収めることが可能であり、各トラックには最大255のインデックスを付与することが可能となっている。5.1CH サラウンドはオプション扱いで一部のプレイヤーでは再生不能。2.0CH ステレオに機能を絞ったプレイヤーは 音質重視の高級機種が多い。約2倍のロスレス圧縮が行われるため、2CH ステレオラクオンの場合、片面一層でも4時間以上の収録が可能であり、長大なオペラなども1枚に収められる。ただし、CD フォーマットとのハイブリッド版の場合、そちらの収録時間、1枚70分余りに合わせることになる。スーパーオーディオ CD は、 コンテンツを再生させるまでに、電子スカシ、ウォーターマーク以外にも、二重三重のデータ保護機構、コピーガードが採用されている。デジタルデータを複写できても、それだけでは再生できないようにし、録音データを保護するのである。当初は著作権保護のため、S、PDF などからのデジタル出力が許可されていなかったが、これでは D、A コンバーター分離型プレイヤーすら制作できない。 ことから、2005年には、デノンやアキュフェイズといったオーディオ機器メーカーが、各社独自の方式で、デジタル出入力が可能な機器を発売、伝送には、i-link を用いた機種が多く登場した。HDMI1.2R 以降では、DSD データの転送が可能となっている。スーパーオーディオ CD は著作権保護の関係から、基本的に PC 上で使用することは、不可能であり、 市販のソフトのコピーなどはできないようになっている。しかしながら CDDA や DVD ビデオ、BDMV などと同様に自分たちで作詞、作曲、演奏などを手掛けて、作度とは規格は異なるものの、同じ信号形式の DSD で記録したディスクを制作することはノーである。TIAC からタスカムブランドで、 そうしたユーザー向けに DSD 録音対応の DVD レコーダー DVRA1000HD が発売されている。最大の特徴は一般的な DVD レコーダーとは異なり最大 24bit192kHz のリニア PCM 形式での録音に加えスーパーオーディオ CD などで利用される DSD 形式での録音が可能なこと。このレコーダー単体では スーパーオーディオ CD や DVD オーディオ形式のディスクは作成できないが、録音モードとして BWF、リニア PCM、ダサイリフ、DSD、CDDA の3種類が搭載されている。このため、このレコーダーで作成した DVD データディスクをマスターとして、プレス業者に委託すれば、オリジナルのスーパーオーディオ CD ソフトや DVD、オーディオソフトを制作することが可能である。 なお、一般的な音楽 CD、CDDA 形式であれば、このレコーダー単体で作成可能である。ソニーのノート PC、バイオに搭載されているソニックスティッチ、マスタリングスタジオなどのソフトウェアを用いることで、DSD 形式の音楽を DVD メディアに書き込んだ擬似的な作動を作成することができるので、ショーロットのディスク制作には向いている。ただし、 バイオの他にこの方法で作った DSD ディスクを再生可能な機器は一部のスーパーオーディオ CD プレイヤーとプレイステーション3スーパーオーディオ CD 再生非対応モデルを含むのみである。複数の映像、音声規格が再生できるユニバーサルプレイヤーが登場し、その超低価格化が進んだことによって実売2万円以下のクラスから スーパーオーディオ CD の再生機を購入できる環境になってきている。しかし、レーベルが積極的に発売しないのとコンパクトディスク、CD と比較して選択できる機種が限られることや、過剰なコピーガードのためにパソコンでの取り込みどころか再生すらできなこと、CD 以上の特性を十分に発揮するために一定水準以上のオーディオが必要なこと、多くの消費者は、 現行の CD、あるいはそれ以下の MP3、WMA、AAC 等の圧縮音声でも音質に不満が少ないされていること等から、スーパーオーディオ CD は CD を代替するほどには普及していない。このため作度は CD 規格の PCM 録音に満足できない、ハイエンドユーザーを対象とした録音フォーマットとみなされることが多い。発売されているソフトは、 ロックやポップスから歌謡曲まで様々なジャンルあるが、クラシック音楽、ジャズなどが発売される、ソフトの大部分を占める。2008年6月現在で約5300タイトルが発売されている。2003年11月にソニーから作動、標準対応としたミニコンポ、リッスンを発売し、実売価格が4万円強からと普及価格であった。 ものの、わずか1年半程度で終焉している。2006年に発売された PlayStation 3は、日本国内で削度が再生できるのは初期型である 60GB、スト社00と 20GB、スチャブ00のみである。ファームウェアバージョン2.00で、光デジタル音声端子からの出力が可能になった。5.1CH サラウンドを収録したソフトについては、 DTS5.1CH サラウンド 48kHz 24bit に変換して出力されたが直後に出たバージョン2.01においてデジタル高出力ではリニア PCM2.0CH ステレオ 44.1kHz 16bit のみ出力可能 DTS5.1CH サラウンドでは出力されなくなったただし HDMI 端子接続では、リニア PCM に変換することで、2.0CH ステレオ 176.4KHz24 ビットと 5.1CH サラウンド 176.4KHz24 ビットのハイサンプリングハイビットで出力可能である。なお、DSD のビットストリーム出力には対応していない。 DVD 規格の一つである DVD オーディオは、ハイエンドユーザーを対象としている点では、スーパーオーディオ CD と競合する規格である。DVD オーディオは、リニア PCM 形式、非圧縮、または、化逆圧縮を採用。DVD ビデオとの互換性を生かして、映像との融合、低価格機種への展開などが見られるが、ソフト数では、スーパーオーディオ CD の方が多い。 一時は、ベータマックス VHS 規格の対立のような企画争いが指摘されてきたが、その後オーディオ専業メーカーを中心に、スーパーオーディオ CD、DVD オーディオの両規格が再生可能なユニバーサプレイヤーが普及し、規格提唱メーカー、ソニーはスーパーオーディオ CD 専用、松下電機、現パナソニックと、日本ビクターは DVD オーディオ専用、パイオニア、現 オ音器用パイオニアとオキオ用からもそれぞれスーパーオーディオ CD 専用プレイヤーが発売された以外はほぼその方向に向かった。しかしその後 DVD オーディオは普及せず削度、CD が再生可能な機種が目立つようになってきた。2010年代に入ると DVD オーディオで採用された CDDA スペックを超えたリニア PCM やフラック。 スーパーオーディオ CD で採用された DSD がともにインターネットのウェブサイト経由で本格的に音楽配信されるようになった。詳しくはハイレゾリューションオーディオの項目を参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。